はい、どうも吉田茂です。今回は函館スプリントステークス G3 のレース開講をしたいと思います。高速タイムをどう解釈するかっていうのが一つの視点だと思うんですね。今回は札幌で行われたっていうことが最大のポイントでありまして、まずですね、走破タイムについて1分7秒6。これはですね、過去5年間の札幌2016年以降において、最速タイムになるわけなんですね。一徹の走破タイム1分7秒7、これとほぼ同じぐらいですから、そのとんでもなく速いとかいうことはないんですけど、実際に過去5年間では最速であったということなんですが、ただ札幌で行われる重賞っていうと、キーンランドカップになるわけなんですけど、これっていうのはいつも函館開催の後の札幌開催、そしてその札幌開催の中でも開催の後半にあったっていうことで、まず季節が違うと、そして開催日数、開催日が違うということで、これぐらい綺麗な開幕週の馬場の中で、札幌の千里重賞っていうのが行われてこなかったっていうことが、この最速タイムを生んだ、要因ではあると思うんですね。なので一概にこの数字を持って、めちゃくちゃいいとか、そういう評価はしづらいかなとは思うんですけど、次に前半 600m の速さ、今見たようにそもそも時計自体が速いという状態なので、当然前半サンハロのタイムは速くて 32.8 ということで、まるでこの小倉千里ぐらいのペースで行ったのがビアンフェの逃げで、それで止まるかなと僕自身も本命だったので見ていたわけなんですが、やっぱりこれでも残れるような馬場になっていると、それだけを考えると 32.8 っていうのは速すぎてこう前が崩れないのかと、なんで前がバテなかったのかなっていうことも一つ問題としては浮かぶと思うんですね。この前半サンハロのタイムも過去5年で最速ということなんでね。で、実際ちょっとデータの方を整理してみますと、このデータはですね、その前半サンハロンと後半サンハロンの比率っていうのを右の赤枠のところで取っていて、前半サンハロンで後半サンハロンを割るということで、つまりこの数字、ターゲットの方とかでもよく使われているレース PCI 指数というものとほぼ同じことなんですが、レースのラスト600m におけるスピードの落ち具合が分かるということなんですよね。この数字が今の場合でかければでかいほどラスト 600m の時計のかかり方が大きいということなので、それで見ていくと今年のレースは 1.061 っていうところで、それ以上に上がりがタフになってくるような競馬は他にもたくさんあるわけなんで、この決してその前半がめちゃくちゃ早い、数字自体は早いんですが、後半その分落ちていないっていうことなんで、このペース配分的には割とよくある数字が出ているということで、ハイペースだったっていう解釈よりかは、基本的に時計そのものが早い状態にあるっていうことだと認識するのが普通かなと思うんですね。なので一個一個の数字の絶対値に惑わされることなく、この前半後半を比べれば相対的な評価ができるので、これは有効かなと思います。特に 1200m は簡単にこうやってラップを2分割して整理したりすることができるので、非常に馬場状態の把握なんかに使いやすいのがこの 1200m だと思うんですね。ただ実際今年のレース、この後半減速はしているレースであることは確かなんで、タフといえばタフな流れで、このデータの中でもですね、逃げ切って勝っている馬っていうのは本当に数少ないわけなんですよね。そういう意味ではこの上位2頭っていうのは、ビアンフェは特に逃げて、カレンモエが次に続いてっていうことで、本当にこのペースを前で押し切ったっていう意味では、この上位2頭はやはりスプリント適性においてはこのメンバーでは抜けています。特に平坦な馬場ではですよね、ビアンフェなんかは。で、今回のレース、残り、3着以降を見てみますと、今回 1200m 適性や能力の高いこの2頭が上位ワンツーですよね。そうなると結構早めのペースではあるので、そこでふるいにかけられて中途半端な 1200m 適性の馬っていうのが沈んで、逆に 1400m あたりがベストな緩めな、体質的に緩めな馬たちが刺してくるっていうような流れになったっていうことだと思うんですね。このミッキー・ブリランテ、ジョー・アラベカ、カツジ、この3頭3着4着5着ですけど、この3頭はいずれも 1200m に勝ち鞍がないということで、決して 1200m ベストな馬ではないわけなんですけど、このいかにも 1200m らしいペースが流れたことによって、そのラップに耐えられない馬がバテたところに 1400m 適性の高い馬が
まあ、一定のラップを刻みながら刺してきたと、まあ、そういうイメージかなと思いますね。で、まあ、この血統名なんかちょっと今週に限って傾向が出ていたので、次週以降のちょっと参考になればなというところで、この高速馬場の札幌っていうのは 1200m でも3デケが優位なのかなと、まあ、基本的に 1200m っていうとやっぱり3デケっていうのは緩さだったり瞬発力に長けている部分があって、決して 1200m がベストっていう大枠のくくりで言うとではないと思うんですけど、今週の札幌芝1002に限ってみると、これ黒い方が非3デケの守護馬で、白い方が3デケの守護馬ということで、成績が非常に対照的に分かれて、非3デケからは勝ち馬が出なかったと。で、5レースしかないですけど、3デケが5勝、2着3回3着2回ということで、まあ、簡単に言ったら3デケだけ勝ってれば、芝戦には取れたっていうような話にはなるんですけど、まあ、僕のイメージ的な話で言うと、3デケはまあ速いスプリンター、非3デケというのは強いスプリンター、こう筋肉量が多くて、力強さゆえに1200を走っているというのが非3デケで、まあ、3デケっていうのは本当に純粋に速さ、スピードで走っているというようなイメージを僕個人的には持っています。まあ、これは本当に大きな括りなんで、ざっくりとしたイメージではありますけど、まあ、今の札幌の馬場の速さ、平坦なコースっていうことを考えると、その力強さというものはあんまり有効ではないのかなと思いますね。まあ、そういう意味ではスプリンターの中でもすがるさを持った、そういう速いスプリンター向きな馬場なのかなというところは、今週の天気にもよりますけど、来週もまだ継続されそうかなと思うので、ちょっと困ったらサンデー系を行ってみるっていうのはちょっと面白いかなと僕個人的には見ていますが、まあ、そこはどうでしょうか。で、まあですね、そういったサンデー系の強い馬場っていうのは、これ、まあ、いきなりモーリスだけを取り出すのはあれなんですけど、モーリス産駒が最も苦手にするような馬場状態、まあ、というのもですね、今週シゲルピンクルビー、ブルメンダール、ハマーフェイスト、この3頭がこの札幌芝1000人に出走しましたが、まあ、いずれも人気しましたけど、まあ、馬券人気を上回るような結果は得られなかったというところなんですけど、これやっぱりモーリス産駒イコール足が遅いというイメージは定着したと思うんですね。ただ、まあ、それなら洋芝で狙えるんじゃないかなと考えている人もおそらく中にはいると思うんですね。ただですね、この速い馬場の札幌、しかも平坦コースっていうことを考えると、そのモーリスの足の遅さ、動きの緩慢さっていうのは全然そのプラスにならない馬場状態になっていると思うので、このモーリス産駒っていうのは結構危険な人気馬になりやすいと思うんですね。ただ別にこれはモーリス産駒に限った話ではなくて、まあ、この大きくて緩い、動きの遅いっていうことのこの典型的な守護馬がモーリスだと思うので、そういった同じ傾向を持っている馬っていうのは当然苦戦すると思っていますが、まあ、最も分かりやすい例としてモーリスっていうのがあるのかなと思いますね。で、まあ、今週幸いですね、僕は予想動画の方も上げていますが、ビアンフェ本命、そしてカレン・モエが2番手ということで単勝まで馬単が的中しましたが、まあ、これもひとえにこのですね、逃げ馬のデータを取っていたっていうことが僕個人的には、馬券予想の支えとなったので、この芝 1200m においてですね、これ過去5年間のデータなんですが、まあ札幌っていうのは非常に逃げ馬の成績が良いコースであるということなんですよね。原因としてはやはり起伏が少ないコース、そして排水性の高いコースであるということで、まあ、逃げ先行馬に良い条件が揃っているということだと思うんですね。昨年がですね、札幌は雨が降って、少し馬場が荒れてしまったというところで、内側を全面張り替えして、芝を一新したということなので、まあ、エアレーション作業こそしていますが、まあ、非常に良好な馬場環境が保たれているので、こういった逃げ馬が優位っていう傾向は当然引き続き、出てくると思うので、まあ、そこは注意したいかなと。特にこのコース代わりですね、まあ僕の場合このビアンフェ本命にできたのも、前走中山で逃げて、そこで少しへばったところをカレン・モエとかコントラチェックに、やられたっていうところだったんですが、まあ、しかしこのデータを見ていただけると分かるように、中山っていうのはですね、逃げ馬の勝率が非常に低いコースなんですね。まあ、福島と並んで、逃げ馬にとっては鬼門となっているような 1200m のコースである。まあそれでいて3着を確保していたビアンフェなので、逃げ馬 にとって有利な札幌コースに変わるっていうところで、ビアンフェが、迷いなく本命に打てたっていうことがあるので、この馬の理解もそうですけど、やはりコースごとの傾向の違いということは頭に入れておくと、ちょっとこう馬券予想のヒントにはなるのかなと思います。
以上でですね、この函館スプリントの簡単なレース開講、特にタイム面についての開講、週につながるような情報も簡単に提供できたかなと思います。他にもですね、データを中心としながらも、僕の主観的な考えとか、直感とかということをうまくブレンドしながら、競馬に関する情報を発信していきたいと思いますので、吉田茂チャンネルの方を登録といいねをよろしくお願いします。以上で終わりたいと思います。